1年の刑は金牌にあり、京都金牌勝地の土屋助手です。よろしくお願いします。お願いします。すいません。すいません。前走非常に、まあ、大健闘と言っていい4着かと思うんですが、ですね、はい、まあここ2走がねやっぱりね成績が出てなかったんで、うん、まあでも僕たちにしたら範囲が分かっていたんで、まあ範囲も分かった上でいろいろこうやってての結果だったんで、まあ僕たちは納得はしてる4着ですけど、あの反省しましょう。我々もねレース前来るだけじゃなくてレース後の範囲も聞きに来なあかんですね。ね、そうですね。ほんまに NHK マイルカップまでは我々も勝地勝地って言ってたのに、秋の毎日王冠で来なくなった直後からのまたこれ前走でしたからね。そうですね、うん、だまあまあ、ここに走はやっぱもう範囲がもう入れ込みっていうただ1点だけだったんで、それをもうこっちはもう工夫しながら仕上げていってたんで、うん、やっぱ走、まあ、あれだけ落ち着いていれば結果が出るっていうのが僕たちの一つ収穫があったんで、はい、ちなみにその入れ込みを抑えるっていうのはその、うん、どうやって抑えるの？まあ、ね、馬場を先出しにしたりとか、はい、まあ、調教をまあこういつもはソフト仕上げだったのをハードにしてみたりとか。そうか、逆に気性が荒いからハードにするんですか？逆にそのモヤモヤをなくしてすっきりした気分でっていう、まあ喋らないからはっきりは分からないけど、はい、もう今発想させてやるんですね。逆にもういつもはもう最後馬なりの調教だったのを今回はやろうって言って最後しまいもやったんですよ、はい、ただ意外と、うん、当日しっかりとおお、ね、落ち着いていたしっていうのがあったんで、まあ、あとはね、じゃあある程度は想定内の走りができたということですね。そうですね。ということは能力通り走れば十分、もちろんあのクラスでももうやっていけることは土屋さんの中では、僕たちの中ではやっぱりある程度は、まあ、ジョッキーともいつも、ね、はい、もう一つ上のランクでも戦えるんじゃないかっていう感じではいたんで、うん、ただここ2走がやっぱ入れ込みっていう範囲があったんで、そこをなんとかクリアしようっていうのを仕上げてたんで、さあそしてそれがクリアされて、まあ、大事な勝地にとっても4歳小馬になっての初戦金牌ということになりますが、そうですね、まあ、まだねハンデがどれくらいしょうのかとかまだね分からないですけど、まあ終わった後も順調に来てるんで、うん、まあこれを2回3回同じようにこれからは続けていかなきゃいけないっていうような感じなんで、その点はまた工夫しながら仕上げていかなきゃいけないな。じゃあまだまだこうチャレンジャーですね。そうですね、まあ、はい、だから1回できたから OK じゃなくて、これがね続けられないとじゃないとね、だからということは馬の方も前回はこれで俺おとなしになったと思うなよっていうちょっと裏をよう、そうもあるかもしれないです。学習してくるということですね。でもしてもらわないと困るんですよね。じゃあパドックでやっぱり落ち着いてる素振りを見せた方が快楽ということですか？やっぱ多分そうだと思いますね、うん、やっぱここのところやっぱちょっと発汗が多かったりとか、うん、あのこう回収も終わった後でもジョッキーにもやっぱイライラしてる感じが伝わってくるとか、うん、やっぱマイルチャンピオンの時は全くそれがないっていう感じだったんで、あ、まあ、僕とジョッキーの中ではもうよしっていう感じでいたので、じゃあもう僕らも一回マイルチャンピオンシップの時のパドックを見て金牌と重ね合わせたらより走り時が分かりそうですね。まあ、しかしといっても今年はまあ小馬になっていわゆる天下を狙ってもいい位置にいるわけですから。そうですね、うん、まだね若馬なんで、はい、チャレンジャー精神を忘れずに行きたいなとは思ってるんですけど、はい、じゃあ金牌に向けて抱負をお聞かせください。いつも応援ありがとうございます。まだまだチャレンジ精神で頑張りたいと思うので応援よろしくお願いします。2019年勝地と土屋さんだけではなく我々トースポ動画班も、範囲を聞くのを忘れないということを1年の最初の学びとさせていただきたいと思います。お願いします。どうもありがとうございました。、はい。